はい、和正です。今回の動画は少し前にプレゼント企画をしましたので、そちらの抽選の動画となります。今回もたくさんのご応募ありがとうございます。予想以上に多くてちょっとねびっくりしました。というわけで早速抽選をしていきたいと思います。まずは B の商品なんですけど、こちらですね、テトラさんのセット品の商品たちになります。これら一式をお届けするような形になります。メダカを始められた方とかはね、もうこのまま使っていただけるような感じになってますので、応募が結構ね多かったですね。今回も、紙にね、名前の方を、記載させてもらってます。まあ、その中からね1枚だけ選びたいと思います。今回 B 賞、B ですね、当選された方はこの方、見えるかな、薩摩のメダカさんになります。おめでとうございます。概要欄に、自分のねメールアドレスを記載してますので、そちらの方に送り先のお名前と住所と電話番号をお願いいたします。この動画が水曜日に、開示されるのかな、なので、まあ、土曜日日曜日にでも発送したいと思いますので、ご連絡をお願いいたします。そして次は柴メダカさんの協賛品、横見ケースになります。自分も、こちらをね愛用させていただいてるんですけど、非常に、使いやすいです。そして見やすさがめちゃめちゃいいです。少し前で、紹介したレーブというメダカの、横見ケースもこちらで、使っております。この横見ケースの当選された方はこちら、かまぼこさんになります。おめでとうございます。概要欄のメールアドレスに、送り先のお名前と住所と電話番号、郵便番号も、お願いします。そして次はこちら、吉田工房さんのタモになります。こちらは葉隠れメダカさんのからの、協賛品となります。この商品、四角形の分ですね、自分はがね、三角形か、愛用させてもらってるんですけど、かなりね使いやすいです。まあステレスタモと言われてるように、かなりねすぐ、捕まえれるようなタモとなっております。こちらの、当選された方はミーヤンさんになります。おめでとうございます。概要欄のメールアドレスに、送り先のお名前と電話番号と郵便番号と住所の、記載を、自分宛に、お願いします。そして次がこちら、ご要望をいただきました、自分のね、タオルに、オリジナルタオルになります。ぜひ水替えの時に、使ってみてください。こちらの当選された方はこちら、インクがちょっとね薄れて見にくいんですけど、スチャブーさんになります。スチャプーさん、おめでとうございます。自分の、メールアドレスが概要欄にありますので、そちらに送り先の
お名前と電話番号と郵便番号と住所、送っていただきますようお願いします。そして最後になります、ドラゴンブルーのヒレナガになります。こちらはサバンナメダカさんのくじで当たったドラゴンブルーのヒレナガになります。まあ、生態なんでやはりね、落ちてたらどうしようとかね、毎日チェックしてました。かなりね、ドキドキしておりました。こちらの当選者の方はこちら、リエさんになります。おめでとうございます。自分のメールアドレスが概要欄の方にありますので、そちらにお名前と電話番号、住所と郵便番号ですね、お願いいたします。というわけで今回はね、こちらの5名様になります。おめでとうございます。自分のメールアドレスを概要欄の方に記載しておりますので、そちらに当選したアカウント名と送り先のお名前ですね、本名をお願いします。そして住所、郵便番号、電話番号と、送るための情報をお願いいたします。当選された方は、14日の23時59分までに必ずメールをください。その期限までにメールをいただけなければ、今回の当選はなしと、させていただきます。今回当選された方も惜しくも、外れと、なった方もぜひ今後とも応援していただければと思います。まあ、そして応募の時にコメントをたくさんいただきました。その中で結構ね、質問とかも多かったので、どこかでね、お話しできればと思っております。質問や励ましの言葉、こんな動画を作ってほしいとか、いろんなコメントをいただき本当にありがとうございます。今後ですね、次回は5000人とかで、プレゼント企画をやりたいとは思ってるんですけど、なんか YouTube の規約に軽く引っかかってしまうんじゃないかということなので、別のやり方を考えていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。